戦争は終わった。戦後の復興とともにファンは新しいプロ野球の風景に胸を躍らせた。西宮球場、西軍の投手別所、東軍の1番バッター坪内、西軍のセンター5、ホームランを東軍の大下、東軍の投手白木。この豪華な顔ぶれに東大対抗プロ野球は大入り満員。第1回戦は東軍の勝ち。2日目、ついに見物席は上から押されてグラウンドにはみ出し、怪我人を出すに至りました。かつて試合は一時中止となりましたが、再び続行。西軍のライト塚本、このためファールを取り損なう始末です。8回表、東軍川上、期待に背かず、ライト観覧席にホームラン。川上、悠々ホームイン。これで4対4の同点となり、満場熱狂。ついに延長戦、11回の裏、西軍の攻撃。山本、ショートオーバーのヒット。ランナー藤井、二塁から有薬ホームイン。ついに5アルファ対4で2回戦は西軍の勝ちとなりました。